皆さんは110番映像通報システムをご存知でしょうか110番通報で映像を送り現場の状況をリアルタイムで伝えられる新しいシステムで警察庁が今月1日から試験運用を始めましたこれにより迅速な初動操作が期待される一方同意が必要な事項や注意点もどんな仕組みなのか取材しました はい、110番です。事件ですか事故ですか県内の110番通報を一手に受ける神奈川県警通信指令センター去年1年間でおよそ86万3000件の通報を受けこれは36.5秒に1件のペースだと言い,いますそんな中、警察庁が今月1日から全国的に試験運用を始めたのが 110番映像通報システムですこのシステムは通報を受けた通信司令員が必要と判断した場合通報者に依頼して映像や画像を送ってもらい通信司令センターで現場の状況を把握するものです実際どのような仕組みなのか記者が体験してみましたこれからこの交差点で車の多重事故が起こったと想定して100番します はい、110番です。事件ですか？事故ですか？バンコク橋の交差点で車の多重事故です。あなたにお怪我はないですか？大丈夫ですか？はい、安全な場所にいます。ここまでは一般的な110番と流れは同じ。しかし、大規模な事件や事故など通信指令員が必要と判断した場合、システムの利用を通報者に依頼します。 動画の撮影でご協力をいただきたいんですけれども、今、電話されているものはスマートフォンでよろしかったですか、はい、同意を得られれば、通信司令員は通報者のスマートフォンなどに、URL が記載されたショートメッセージを送信。通報者は案内に沿って操作し、カメラを起動して、目の前の状況を撮影します、はい、もう少し右側を映していただいてよろしいですか。 リアルタイムで送られた映像は、管轄の警察署に共有され、現場に向かう警察官も見ることができるということです。現場の状況を映像によりいち早く把握することによりまして、警察の初動捜査が非常にやりやすくなると思います。それによりまして、犯人の検挙、並びに行方不明者の発見につながると思います。 スマホの普及や社会のデジタル化を背景とした警察庁独自のこのシステム。一方、2年前には兵庫県警が同様の取り組みであるライブ110を先行して導入しています。警察庁によりますと、兵庫県警での運用件数は今年8月末までに550件あり、 うち最も多いのは行方不明者の捜索といった保護関係が424件不審者情報などにあたる各種情報が52件と続いていますまた、傷害事件での犯人逮捕や車両火災などでも効果を発揮したといいます今、煽り運転とかいっぱいあるんで 一方でこのののシステムの利用にはいくつかの注意点も映像を送信する際のデータ通信量は自己負担となり通報者の位置情報の取得やカメラ機能の利用について同意が必要となります。また

見えるる範囲ででで撮影をしていいいいただくそうううこととトラブルっていうのは回避できるかなと思います例えばプライバシーの侵害であったり、肖像権の侵害であったりっていうものが発生しないって断言はできないですけど、発生しなする可能性っていうのはもぐんと下がりますので、その判断の基準とかを持っていただければと思いますスマホが普及し、誰でも情報発信ができる現代社会。 原型はこの新システムを有効活用ししてていいくとしています。この110番映像通報システムの導入によりまして、えー、より早く、より正確に警察活動を推進しまして、さらに県民の皆様の安全を守っていきたいと思っております。私たちキャスターも言葉をなりわいとしていますけど、目の前で起きた突然の出来事を、 冷静に言葉で説明するのは難しいですよねそうですねこの試験運用、県警によりますと今日までに使用した事案はまだないということですまた保存済みの映像なども送ることができるほか証拠として採用されることがあるため今後捜査の重要な役割を担うかもしれません警察庁では6ヶ月の試験運用を経て 来年4月1日から本格的に運用を始める予定です。